皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げる事件は東京山梨連続リンチ殺人事件です。この事件は主犯格の男2人が海外に逃亡し指名手配されていましたが、そのうちの1人がある理由で突然帰国したことでマスコミを騒がせました。現在もその男の取り調べは続いていますが、様々な事件への関与が疑われています。一体この事件の裏には何があったのか。まずは事件概要からどうぞ。事件概要。2003年10月4日午後2時55分頃、東京都奥多摩町の町道で人の腕が落ちているのを通りかかった猟友会のメンバーが発見し、警察に通報したことで事件が発覚した。その後の調べで発見された腕は元飲食店従業員 S さん、当時26歳の肩から下の右腕と判明し、司法解剖の結果、鋭利な刃物とノコギリを使って死亡後に腕を切断されたとみられ、警察は死体損壊遺棄事件として捜査を開始した。捜査の結果、この事件に関与したとみられる男6人と未成年の女2人を逮捕し追及したところ、供述通り山梨県小菅村で白骨化した S さんの頭蓋骨が発見された。さらに追及を進めると、S さんとは別の男性にも暴行を加えて死亡させ、遺体を埼玉県長瀞町に遺棄したと供述したため捜索した結果、2004年1月12日、供述通り長瀞町の山中から元スナック経営者 N さん、当時38歳の胴体が発見された。その後の調べで、これら2件の事件には2人の主犯格がいることが判明したが、すでに南アフリカへ逃亡していたことが分かり、国際手配をして行方を追った。しかし南アフリカに捜査員を派遣するなどして懸命に捜査したものの、二人の行方をつかむことができず、逮捕までは長期化する様相を見せていた。そんな中、事件発生から約17年が経過した2020年9月、突如、主犯格の男一人が逃亡先の南アフリカから日本に帰国したことで逮捕されたが、帰国した理由が類を見ないため、マスコミに大きく取り上げられた。残る一人の主犯格は2016年に自ら命を絶っているという情報が南アフリカから警視庁に寄せられているが、信憑性を疑う声もあり、現在も事件の全容解明に向けて捜査は継続している。事件の経緯。殺害された S さんが事件に巻き込まれたきっかけは、 S さんが東京六本木の飲食店を辞める際にその店の顧客名簿を持ち出したことで店側とトラブルになったことだった。 S さんはそのトラブルを解決してくれる人物を探していたところ、知人を通じて暴力団にも顔の利く男を紹介してもらった。その男はカードの偽造や振り込め詐欺などの犯罪を行っていたグループに所属する男で、リーダー格の男 M、 当時32歳だった。その後トラブルを収めた M は S さんに対し、成功報酬の見返りとして S さんに六本木でクラブを開店させ、客のクレジットカードをスキミングして情報を不正入手するよう要求した。しかし S さんは M の要求を断り続け、連絡を絶ったことで M は激高し、グループのナンバー2の男 K、 当時29歳らに指示し、2003年9月17日深夜、犯行グループは千葉県市川市のレストラン駐車場で S さんを拉致した上、さらに S さんの彼女、当時19歳も無理やり連れ去り、2人を埼玉県戸田市内にあるマンションの一室に連れ込んだ。そこで M と K が中心となって S さんに暴行を加え、風呂場の浴槽に閉じ込めた上、 S さんの彼女も別の部屋に監禁した。当初 M と K は S さんの殺害までは考えていなかったが、S さんの荷物から M らのグループの組織図のようなものを発見したため、事件の発覚を恐れた2人は S さんの殺害を決意した。殺害されることを察知した S さんの彼女は、 S さんを助けてあげてくださいと泣き叫んで懇願し、自身も死にたくないと必死に命乞いをしたが、 M らはこれを無視し、 S さんの殺害に S さんの彼女を加担させることを決めた。嫌がる S さんの彼女に対し、グループのメンバーは、一緒に S を殺さなかったらあんたも M に殺されるよ、両親や兄弟がどうなっても知らねえぞなどと脅し、さらに俺たちも首を絞めるから一緒にやろうよと言って殺人の手伝いを繰り返し強要し、やがて S さんの彼女の心は犯行に加担する方へと揺れ動いていった。非情な決断。
監禁された翌日の18日朝、犯行グループは S さんの手足を粘着テープで縛って段ボールに押し込み、トラックの荷台に乗せて奥多摩町の仲間の家に移動させ、さらに翌日の19日、山梨県の丹波山にあるキャンプ場に S さんと S さんの彼女も連れて移動した。その移動中、グループのメンバーらは再び S さんの彼女に S さんを殺すよう説得し、ついに S さんの彼女は首を縦に振り殺害を決意した。そして午後1時頃、キャンプ場に着くと車のトランクに押し込まれ衰弱しきっていた S さんの首を S さんの彼女が最初に締め始めると、これに加勢する形で M らが S さんの首にベルトを巻くなどして首を締め、最後に M が拳で S さんの顔面を何度も殴り S さんを絶命させた。その後、あろうことか S さんの遺体を車に乗せたまま、 M らは河原でバーベキューを行い、一仕事終えたかのような達成感に浸っていた。その夜、 M はこれから S をバラバラにする、できる奴は手を挙げろと仲間らに呼びかけ、19日深夜から20日未明にかけて M ら数人が S さんの遺体をノコギリや包丁でバラバラに切断してビニール袋に分け、丹波山山中から奥多摩山中にかけて手分けして遺体を投棄した。その後、10月4日に事件が発覚し、犯行グループの当時18歳から30歳の男女8人が逮捕監禁容疑で逮捕され、そのうちの6人が殺人、死体損壊、死体遺棄容疑で再逮捕された。その後の供述で、この犯行グループは2003年5月27日から新宿歌舞伎町で目撃されたのを最後に、行方不明になっていた元スナック経営者の N さんを歌舞伎町のホテルで暴行の上殺害し、翌28日に埼玉県長瀞町の山中に遺体を埋めていたことも判明した。しかし、これらの事件が発覚した頃、主犯格とみられる M と K はすでに国外に逃亡していた。主犯格の行方。実は事件後すぐに、主犯格とみられる M と K は同じグループの当時17歳の少女と、驚くことに S さんの彼女を連れてハワイへ逃亡し、その後4人は南アフリカに入国し身を潜めていた。しかし、当時未成年だった17歳の少女の家族が居場所を突き止め、南アフリカに渡り少女を日本に連れ戻し警察に出頭させた。その後、2007年8月の裁判で、この少女はいくつかの関連容疑で懲役3年、執行猶予5年の刑が確定している。また S さんの彼女も逃亡してから約8年後の2011年11月1日、南アフリカから家族と共に日本に帰国し、殺人容疑で逮捕されたが、調べに対し違いますと容疑を否認し続けたことで、共謀や殺意の面で立証が困難となり、結果的に嫌疑不十分で不起訴処分となっている。その後、釈放された S さんの彼女は逃亡中に開かれた2010年南アフリカワールドカップの観戦ツアーを装い、現金を詐取したとして詐欺容疑で S さんの彼女を含め男女5人が逮捕されているが、この時詐取した金の一部が逃亡中の M と K の逃亡資金に充てられていたことが分かっている。ただ肝心の主犯格2人の行方は依然つかめず、捜査は長期化の一途をたどるかに見えたが、世界中を巻き込むパンデミックをきっかけに再び事件が動き出した。逃亡生活の幕切れ。2020年8月、主犯格の一人 K が逃亡先の南アフリカの首都プレトリアの日本大使館に、指名手配されている K だ、コロナで仕事も金もなくなった、日本に帰りたいと名乗り出て、9月3日に日本へ帰国すると同時に警察に逮捕された。 K は調べに対し、遺体をバラバラにしたが殺してはいない、殺人の現場にいたのは M だけだと殺人については関与を否定し、遺体の損壊と遺棄については認める供述をした。その後、 K は逮捕監禁の罪で起訴され、10月15日には殺人と死体遺棄損壊容疑で追起訴されている。一方、もう一人の主犯格 M については2020年に南アフリカから警視庁に情報提供があり、その内容は2016年に海岸で見つかった首吊り遺体が指紋などから M だったことが判明し、さらにごめんなさいという遺書も発見されたというものだった。この情報を受け、警察は DNA 型鑑定を行うなどして確認を進めるとしたが、その後警察からの発表はなく、現在も警視庁のホームページ上には
M を指名手配して行方を追っている形跡が残されているため、M の安否情報の信憑性を疑う見方もあり、現在も生存している可能性を指摘する声もある。実は主犯格の男2人は2016年5月、全国のコンビニ ATM で約2時間半の間に偽造クレジットカードによって約18億円が不正に引き出された事件にも関与していた疑いがあることが分かっています。この事件では指示役や出し子など約260人と主犯格が逮捕され、主に暴力団員や半グレ集団が関与していたとされていますが、実は K が重要な役割を果たしていたのではないかとの話があります。使われた偽造クレジットカードは南アフリカから中国を経由して日本に入ってきたという情報があり、カードの偽造に精通していた K が作っていた可能性が指摘されています。 K の逃亡先が南アフリカだったことから強い関連があるとみて、現在も捜査が進められています。またある捜査関係者によると、逃亡先の南アフリカで M と K は日本から送られてくる盗難ベンツを売りさばいて逃亡資金に充てていたという情報があるため、裏の世界に精通していたのはもちろんのこと、おそらく南アフリカには逃亡を支援する仲間がいたのではないでしょうか。当然警察もこれらのことを把握し、南アフリカに M と K の捜索や身柄の引き渡しの要請を行っていますが、南アフリカとは犯罪人引き渡し条約を結んでいないこともあり、日本に死刑制度があることを理由に拒まれたという経緯があります。このような経緯があるにもかかわらず、南アフリカから M が死亡していることが判明したという突然の情報提供は、やはり鵜呑みにすることはできないように感じます。皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか。